1614回始めます、9月21日木曜日入ったところです。いやーなかなか進まないね今日はね、一回一回がね本当に休んでばっかり、1614回始めます、デイリースポーツ立花隆さんね、元 NHK と元っていうのかな、今なんか当面変えたんだよね、何でしたっけ、政治家女子48と、立花隆さん政治家女子48とってほんとふざけてるよねもうこの時点で。この立花さん、ガーシーさん51歳、本名東谷義和っていうのかな、この人のね、ガーシー議員ね、元、参議院議員のね、この人の、なんだ、俳優らを動画投稿サイトで脅迫したとして、暴力行為違反や常習的脅迫や強要、証人威迫など5つの罪に問われた元参議院議員のガーシー本名、東谷義和被告51歳の初公判が19日開かれたんだけども、東京地裁で開かれたと。で、政治団体 NHK から国民を守る党の党首で政治家女子48党の、立花隆議員、隆さん56歳がガーシー被告の初公判を傍聴後国会で会見したと。で、18枚の傍聴券、18枚しかないんですね、これを求めて560人が並んだ中、1枚をゲットした立花さんは、ガーシー被告の印象を牙を抜かれた猛獣のようだったと、反省しているようだったが落ち込んでいるっていうふうには感じなかったと述べたということです。で、佐伯裁判長、今回の佐伯裁判長はかつて、同地裁で裁判で、立花氏に懲役2年6月執行猶予4年の判決を言い渡した、まあ、因縁の相手と因縁の相手、因縁の人物との再会になんでおるんねんとなんでおるんねんと思ったと驚いていたということで、立花さんもね、この佐伯さんっていうのかな、同じ裁判長からね、判決受けてるんですね。で、検察側の冒頭陳述ではガーシー被告錬金術もつまびらかになったと、ガーシー被告、私ね、この人よくわかんないんですよ。気がついたらなんか有名人になってたね、この人。脅迫、芸能人、俳優とか脅迫したって言ったんだけども、まあ、今回の記事でちょこっとわかったんだけどね、なんか、綾野剛さんとか脅迫してたみたいなね、どういう脅迫だったのかわかんないけどね、で、このガーシー議員ね、YouTube で得たお金が 1億1000万円。YouTube で1億1000万円稼いでるんですね、この人。それ以外に1億円ぐらいのお金が知り合いの口座に、あとオンラインサロンっていうの、ガシルっていうの、これで入金額が2億円。オンラインサロン、どんなんだか知らないけど、本の印税が900何万円、国会議員の報酬が848万円ってことで、被害者に弁済していくことが大切な彼の罪の償い方になる、彼の人生に責任を持っていくと支援を表明したと。支援表明したのはこれ誰かな、立花さんなのかな、支援表明したの。立花氏は彼に投票した人がデタラメみたいな印象を与える、検察官の読み上げには憤りを感じたとして、25年の次期参院選に再びガーシー被告を、擁立する意向を示したっていうことですね。25年にまた次期参院選にまたガーシー議員擁立するって言ってね、立花さん言ってますね。もう一つ、フライデーデジタル、激安ガーシー被告悲しき末路ってことでね、まあ、ガーシーさんなんかジャニーズの性加害、この問題を、まあ、言ってたみたいでね、まあ言うなればこのジャニーズの件に関しては功労者なんだけども、その部分っていうのはスルーされてるっていうことで、まあ牙を抜かれた猛獣みたいな感じがしたっていうね、 NHK から守ると、国民を守ると立花氏はそのように表現したと。まあ立花さんは55歳って言ったか、55歳、56歳か、立花さん
で、ガーシーさんが5歳下、51歳なんですね。はい。俳優綾野剛らへの名誉毀損や暴力行為法違反などの罪に問われた元参議院議員ガーシー、うん、東京地裁で19日開かれたと。ガーシー被告は逮捕時の金髪がそのまま伸び、体重は10キロ以上げっそり減ったと、うん、その様子を傍聴席から見守った立花氏は冒頭の言葉で驚きを表現したと。ガーシーといえばね、関西弁でまくし立てるトークが売りということで、うん、それもよくわかんないんだよね、この人の、うん、私はあんま見てない、ガーシーさん。めくるとかさらすとかといったワードね、トレンド入りもしたと、うん、この日は一生かけて償うつもりですと。この裁判が最初の謝罪の場になると深々と頭を下げたと。後半では綾野剛さんの供述調書も朗読され、うん、ガーシー被告の暴露で精神が崩壊する寸前、うん、暴露行為は自己中心的で狂っていると厳罰を望むとした。かつてガーシー被告は綾野剛さんの収門を法廷で、一つ一つ証明していくと豪語していたが、結局綾野の主張は一切反論しなかったと、うん、そうなんですよ。私このガーシーさんの嫌いなところ、まああんまり知らないんだけどね、こうやってね、外ではね、捕まる前まではね、この綾野剛さんの収門を法廷で一つ一つ証明していくって豪語するんですよね。豪語するんだけども、今回この裁判となるとね、一生かけて償うとかね、簡単にね、前言撤回するあたり、うん、なんかいい時は関西で弁でまくし立てるみたいな、晒すぞとかめくるぞとか言ってたんでしょ、おそらく。それを一転してね、頭下げてみたいな、ほんと信用ならないんですよね、こういう男っていうのは。私は大嫌い、うん、ガーシーは5つの罪で起訴されているが、中でも最も、重いのは常習的脅迫で、認められれば懲役5年以上実刑判決もあり得ると、うん、私は実刑でいいと思うけどね、うん、以前から刑務所に入るということは人生の大事な時間を無駄にするということ、うん、という考え方を持ってたガーシーさんね。だから何が何でも執行猶予判決を勝ち取りたいと、謝罪と反省の弁を繰り返し、常習的脅迫だけは争う作戦のようだと、うん、他の、まあ、5つの罪に問われてるんだけども、この常習的脅迫っていうのは罪が重いと。もう一発実刑5年以上、うん、あるから、これだけに絞ってどうも、平井余りでいくようだということですね。でガーシー被告の弁護団には、令和の無罪判決請負人こと高橋弘樹弁護士を筆頭に、やめ検弁護士など実力、ね、検察辞めた弁護士など実力派がずらり、金に糸目をつけて最強の弁護士集団を、揃えたと。糸目をつけずにね、うん、最強の弁護士集団を揃えたと。ガーシーが暴露動画や会員制サロン稼いだお金は数億円規模、そのほとんどが弁護士費用や保証に充てられるそうな雲行きですと。なんとも、うん、因果な話ですよってことでね、今までいろいろ稼いできたんだけども、結局この裁判とかでね、そのお金がね、なくなってしまうということですね。またガーシーさん、なんかね、これまで貯めてきたお金、うん、知人男性の実家とかに預けてたらしいんですけども、なんか知人の母親が一人暮らし、そこになんか金塊とかなんとかいろいろ相当な金額の、ものを預けてたんだけども、それが強盗にあって、うん、巨額空き巣事件みたいなのがあってね、うん、容疑者3人逮捕されたんだけども、盗まれた現金金塊は見つかっていないっていうことでね、まあ、怪しい事件が周りにあるんですね、これね、うん、で、ガーシーね、この事件を起き、事件っていうのはこのね、常習的脅迫とか、こういうのだと思うんだけども、うん、事件を機にガーシー被告の周りからは人も離れていったと。残ったのは多額の借金ということにもなりかねない、ね、
昨年2月にきらぼしのごとくネット上に現れたガーシー、転落も早かったと。うん、早ければ春にも判決が出るというと。ガーシー被告は今何を思うのかということで、まあ私あんまりね、このね、立花さんとガーシーの関係とかね、ガーシーがどんな恐喝とか、なんつうの、恐喝ってんじゃないか、うん、動画上げて、ね、ブレイクしたのかとかよくわかんないんですけども、まあでもこの NHK 党の立花党首もそうですよ、このガーシーもそうですよ、割と、うん、周りのメンバー、なんていうのかな、近くのメンバー見ると過激なことを言ってみたり、なんていうのかな、目立つようなことを言ってみたり、うん、そうやって動画上げて幕し立てたり、関西弁で幕し立てたり、晒すぞとか言ってみたりね、なんて犯罪の匂いが、うん、プンプンするんですね。もう立花さんもね、有罪判決受けてることだし、このガーシーだって有罪、間違いなく有罪なんだから、うん、執行猶予つくかどうかわかんないけど、この本当にね、この言うなれば犯罪者が周りを取り囲んでるような、うん、ような人たちっていうのはね、私はね、あんまり関わりたくないなっていうのがあるし、そういう人はね、うん、何やってんのって感じで、立花さんに至ってはこのガーシー被告をもう一回2025年の参院選で担ぎ上げようって言ってんだから、その時点でね、この NHK と政治家40、もう私はもう政治家女子48と、この立花隆さんの政治家としての将来っていうのはほぼほぼないんじゃないかと思いますよ、この、うん、それまではまだね、この人、まあ、面白いっていうかね、やってること、うん、的を得てることもたくさん言ってるしね、うん、おっしゃる通りってこともたくさん言ってるし、特に NHK、うん、NHK から国民を守るみたいな、その最初のスタンスは良かったんですよ、うん、確かに今の NHK の受信料制度とかおかしいもの、うん、それにして、立花隆さんね、行動する男みたいな感じで、頼もしいしね、やり方とかもね、まあ、ちょっと、うん、なんていうのかな、下品なところもあるけども、いいぞいいぞ、やれやれと言いたくなるような立場でもあったんだけど、最近のこの立花さんも、ちょっと、でこのね、ガーシーを25年の参院選に、うん、なんか内部分裂したんじゃないかっていう話もあったぐらいなんだけど、どうなのかね、この関係、うん、立花さんとこの東谷さんの関係とかも気になるし。その周りの関係もあれだしね、どうもこの2人の周りにね、いる、まあ有名人、芸能人含めて、どう、なんていうかな、平和な匂いがしないっていうかね、うん、感じするんですよね。あんまり効果受けないね。まあ、でもガーシーさんはね、私、やりすぎだと思うよ、言いすぎ、捕まる前ね。結構警察とか検察に舐め切ったことをバンバン言ってたからね、あれ言っちゃね、そりゃ怒るよ、警察検察は。日本の警察検察を怒らせたら大変よ。10キロ痩せたって言ってるでしょ、これ相当な目に遭ってるからね、これ結構きつい、うん、逮捕されてから、うん、空港でね、逮捕されてから結構きつい取り調べとか受けてると思うよ、げっそり痩せるよ、10キロ痩せる、この短期間で結構きつい、いやそれぐらいのこと言っちゃってるもの、だから無駄にね、国家権力相手に変なことって言わない方がいいのよ、怖いから彼ら、うん、何だってできるんだから本当に怖いから、これ簡単よ、検察側警察側これやる気満々だから、実刑に向けてどんどん動いてるよね、これ。いくら最強の弁護団つけたっつったって、いやこれ見物だね、実刑食らうかどうか、うん、この常習的脅迫で、まあ、実刑だったら5年以上だから、5年刑務所はきついでしょ、うん、人生ほぼ終わるよね、この有名人としてのガーシーさん、これはもうなんぼあるだけ金積んでても、うん、弁護団組んで無罪判決勝ち取りたいだろうけども、あまりにも外で言い過ぎたよね、このガーシーさんはね、外で、いや挑発しすぎたもの、これ検察もうやる気満々よ、うん、許すまじっていう感じでやってるから、こ
俺判決見ものはね、うん、来年2月まで2ヶ月に一遍のペースで行われ、早ければ春には一審判決が出るということでね、ガーシー被告今何を思うのか、まあ、後悔してると思うよガーシーさん、うん、言っちゃダメ、無駄に挑発してんだもの、ダメよそれは、うん、私もね警察とか検察とかね、どうよと、うん、しっかりしてくれよというようなことよく言うけどね、まあバカにはしないよね、うん、本当にやることやってんだから、うん、ね、やることやんないつや警察官とかもいるよ、いるけど基本的にはやってますよ、はい、怖いから無駄に挑発しない方がいいって、これ見物だね、うん、最強の弁護団体、怒りまくった検察ね、うん、どっちに軍配降りるかっていう、このガーシー被告の裁判は見物だと思いますよ。ということで1614回ね、ガーシーこと東谷っていうかな、元議員、裁判始まりました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。